ちは、粟田洋介です。今日のビデオは、自己満足ができることは素晴らしい、良い作品を評価する基準についてお話ししたいと思います。よく自己満足ですからっていう謙遜ですとか、自己満足じゃダメだなっていう批判を耳にすることがたまにあります。で、自己満足っていうのは悪いことなのかなって言うと、そんなことはないと思うんですよね。私が理解している自己満足っていうのは、自分で満足するということを言っていますので、他にもいろんな意味があると思うので、自己満足じゃダメだと言っている方の批判とか、そういうことは今一切しませんので、ご了承ください。私が自分の作をガラッと変えて絵を描き始めた時に、自分で満足できる作品を描けるようになるまでに本当何年もかかったんです。なので、自己満足できるっていうことはすごいことなんですよ。で、作品を評価する基準として、自分が良い作品ができているかっていうことを知るのは、ね、その評価の基準で、まずは自分が満足することだと思うんですよね。アート、芸術作品というのは自分自身を表現することなので、どういうふうに作品を作っていこうという答えは、自分の中に答えがほとんど詰まっているはずなので、自分が満足しないとアートってできないと思うんですよ。で、人の評価なんですけど、私の作品を好きな人もいれば嫌いな人もいる、何とも思わない人もいらっしゃると思うんですね。で、もう広い世界の中に、私の作品を何とも思わない人、もしくは嫌いな人っていうのはこんなにいると思うんですけど、私の作品好きっていう人は割合的にこんだけ、本当に少ないと思うんですね。で、多くの人に好かれる努力はしないのかっていうと、そんな必要はないと思うんです。なぜなら、そんなことできないですから。私の作品を気に入っていただいている方々っていうのは、私が本当に表現したいものを気に入っていただいていると思うんですね。なので、どれだけ自己満足をするということが、人様に満足していただけるということだと思っています。で、売れる作品を作るっていうことなんですけど、私はどんな作品が売れるかなんてわからないですし、売れる作品を作ろうっていうのが、それはいいことだと思うんですけど、売れない作品があるおかげで違う作品が売れる場合もあると思います。例えば、すごい大きい作品があって、すごい印象に残って、これはいいけど、こんな大きいのはいらないけど、その分身みたいな小さい作品をご購入いただいたり、あとはすごい派手な作品がバーンって目について、すごいいいな、好きだけど、なんだけど、なんかすごい地味な作品をご購入いただくとかってことはよくあると思うんですよね。あと、自己満足なんですけど、自己満足したものが全部いいかっていうと、そうとも限らなくて、たくさん作品展示した時に、自分が一番嫌いな作品、それが一番の人気になっちゃうなんてことはよくあることですよね。なんですけど、それは気に入られるために嫌いな作品を作ったんじゃなくて、いっぱい自己満足を基準にやったことによって生まれた作品で、嫌いなものができて、それがたまたま人気になったっていうことで、やっぱり自己満足はしなきゃいけないのかなって思っています。というわけで、本当、自己満足ができるっていうのは素晴らしいことだと思います。で、ちょっと話が変わるんですけど、私が立っている後ろにある絵なんですけど、これは11年前に描いたもので、その頃豚インフルエンザ、新型インフルエンザなどと言われてましたけど、今本当新型コロナウイルスがすごい流行っていて、今回コロナの絵って書いてないんですけど、なのでちょっと代わりにバックグラウンドに豚インフルエンザの絵をちょっと飾ってみました。なんかこういう豚をいっぱい出てきたり、マスクしている人が出てきているような作品でした。というわけで、皆さんのお体にお気をつけてお過ごしください。最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは次回またお会いしましょう。さようなら。